今回はこちら、クランプメーター。クランプメーターって電流値を測るためのものなんですけど、クロスを測ってみようと思います。電気を探知するのがついてるらしくて、ヒートガンでちょっと炙ってみましょう。感覚でぐらい、おー、すげえ。前回に引き続き計測器シリーズということで、この前はね絶縁抵抗計やったんですけど、ちょっと絶縁抵抗計にも興味ある人はそちらを見てください。で、今回はこちら、クランプメーター。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、アスローという会社のクランプメーターで、値段が6800円。おで、今日はあややんに強力を持ってきてもらって、僕が持ってる日置、ちょっとこれ値段忘れたんですけど、何本ぐらいで1万後半してたと思うんですよ。日本製の半額以下ぐらいかなって感じです ね、うん、多分これもそれぐらいしたかな、1万ちょいしてたかな。これはテストリードとかがついてて、これにも実はついてるんですけど、あややんのはもう電流のみやね。そうですね、電流しか測れないです。でこれはこういう風にこれがついてるんで、電圧も測れるし電流も測れるよということです。でこれが温度かな、温度も測れます。ってことで、今回は僕のチャンネルではクランプメーターを取り扱うのが初めてなんで、クランプメーターの使い方編っていうのをあややにやってもらって、僕の方ではこちらにいろんな機能があるんで、それを何個か紹介しようと思います。はい。でこれ僕がやっぱ便利やなと思ったのは電圧を測れることです。あややんの強力のやったら電圧が測れないんで、テスターを持ってれば解決する話なんですけど、ない時にこれ赤黒とさせてもらって、今 DC となってるんですけど、ここで、でもこれオートやから勝手に切り替わるんかな、多分ね。そのレンジがオートだから、その電圧でその、うん、小数点の点の位置が変わるだけだと思うんですよね。あ、ならいつも通りコンセントにさせてみましょうか、うん。101V ということで、まあ、電圧も測れます。でさらにいいなと思ったのが、電気屋さんがよく使う導通チェック、まあ、これとこれが、まあ、要するに電線の行き先を調べるときとかね、皆さんよくされると思うんですけど、それもできるよと。でさらにすごいのがね、活線を調べれるということで、ほう、赤色だけにして NCV モードにして、この辺合戦やと思うんで、白は大丈夫なんか。あ、なるほどね、電圧が乗ってるところは反応してなるんですね。はい、だからまあ合戦なのか調べるとき、まあまあ電圧で測ることがね多いとは思うんですけど。そうですね。でもっとすごいのが、この同じ NCV、 さっきのライブモードってやつやったんですけど、うん、なるかな、この、僕らでいう検電器扱いここに検電を探知する、電気を探知するのがついてるらしくて、検電器みたいにこうやって音が鳴ると、被覆の上から非接触できるんですね、はい、こういう線とかね、はいはいはい。だからまあね、こういう端子とかがない途中の線とかでね、こういうの使えるのかなと思います。面白い機能がついてまして、こちら、まあ、一目瞭然度って書いてるんで、要するに温度がね測れます。これが今25度ということで、こういう専用の温度を測るリード線みたいなのがついてるんで、こうやって刺して、まあ、ちょっと手で擦ってみます。ちょっと温度が上がりました。これヒートガン、ヒートガンでちょっと炙ってみましょう。おお、何度までいくだろうね。ヒートガンって結構熱いんですね。そうですね、物のやつは600度出てるやつもあるらしいですけど ね、300度ぐらい。おお、すげえ。500度までいけるってことで、まあやり続けたらね、多分500度いったんでしょうね、うん、300度、まあ、でも全然測れるんです ね、 こいつね。なので僕ら電気で使うことはなかなかないと思うんですけど、空調工事とかですかね、うん、そうですね、空調屋さんとかあんな温度気にしはるような人らだ ね、 そうですね、あってもいい機能かもしれないと、はい、ってことで、まあちょっと職種によったら役に立つのかなと思いました、うん。そしたら、まあ、僕からの説明はこのような感じで、皆さんお待ちかねのクランプメーター、ちょっと現場で使わないといけないっていう時に、あやん先生から使い方を伝授してもらいましょう。はい、行きましょう。
そしたらクランプメーターの使い方講座、はい、いきます。まあ、クランプメーターってあの電流値を測るためのものなんですけど、はい、アンペア測るのどうするのかっていったらこれこうクワガタみたいに開くんですけど、はいはい、ここの中に線を入れるんですよ。ほうほう。一線片層だけ入れて測るパターンと両方入れて測るパターンあるみたいなんですけど、はい、基本は片層だけ入れて測りますよね。はいはい、例えば白黒やったら黒だけとか、はい、で今回はちょっと、まあ、いっぱいちょっとブレーカーあるんですけど、はい、もう分かりやすくもう完線、完線ね、はい、大元の線で測りたいと思います。まあ、今100安のブレーカーついてるんで、一応大きい方のレンジから使うのが基本なんで、測定器はなんで600、はい、100、1000アンペアからで、ちょっと黒層を測ってみようと思います。黒に挟むと、まあ、3.9 アンペア 3.9 ですね、はい、3.9 やったんで、まあ、もうちょっと細かい数字見たいなと思ったら1個レンジを下げて60アンペアのレンジにして、はい、これで 4.3 アンペアぐらいになったんですね。ですね。なんでさっき 3.9 で今回 4.3 なんで、はい、まあ、ちょっとこんだけね差が出る部分があるんで、より正確に測ろうと思ったら測りたい数字に近しいところのレンジを使ってあげるのが測定器の基本なんで、はい、で今 4.3 なんですけど、これを、まあ、僕普段使ってるこの強力のやつで測ったらどうなるかっていうんですけど、こいつが 20mA と 200mA と 200A なんで、ほうほう、200しかちょっと対応しないんで 200A レンジで同じように測ると、あ、来た来た、 3.7 ですね。さっきの 600A で測った時と似たような数字になりましたね。そうですね、こっちが600でこっちが200なんで、まあ測定レンジのスケール的にはほぼほぼ一緒なんで、だから似たような数字でということで、こういう感じで OK ですね。要するに今この赤白黒の黒層が何アンペア使ってるってことをやったってことですね。そうですね、今黒やったら 3.9 ですね、はい、これ白で測ると赤と黒の合計の数値になるんで、なかなかこのクランプメーターって頭が大きいんで電線と電線の隙間に入れにくいんですけど、なるべく電線を傷つけないように 4.2 やん、 4.2 か、あ、5.6 ですね、はいはい、クワガタの先端がちゃんと締まりきってなかったんですよ。これが浮いてると測定がちゃんといかないんで、はい、締めるようにチェックした方がいいですね。これは赤と黒の帰りってことですね。帰りですね、はい、帰りの白層に今 5.6 アンペア流れてる状態ですね。でちょっと分かりやすく負荷かけてみますか。はい、1200ワットのヒートガンをオンにしてみます。何アンペア上がるか。今が 5.8 ですね。今つけました。お、17.9 なんで、やっぱり12アンペアぐらい上がりましたね。で、切りますね。はい、うん、分かりやすいね。そうですね、はい、まあ、あの照明とかね、あと機械もつながってる回路がブレーカーが名称なくあった時に、あのどのブレーカーかみたいなことを調べる時にこういう感じで、あの負荷かけたり切ったりとかで電流値の変化で回路をブレーカーを測定し、はいはい、あの探したりとかもしますけどね。そういう使い方もできるんで、はい、1個持ってると結構いろんな使い方できます。ということでクランプメーターの使い方を教えてもらったんですけど、はい、クランプメーターを使ったことない人とかもいると思うんですね、うん、はい、カヤンは何に使ってます？僕クランプメーターよく使うのが住宅とか店舗とかやって、最後全部照明器具つけて終わった後に器具の台数が最初はっきりしてるんで、はい、一応計算はしてるんですけど、実際その計算値通りまでで使用電流が収まってるかどうか、例えばあの1つのブレーカーが20アンペアとかなんで、それが20アンペアに近すぎると電線熱持ったりとかするんで、まあ14アンペアぐらいに止めておきたいなって思った時に、実際全部つけた時14アンペアなんかなっていうのを調べたりとかその時使ったりしますけどね。わかりました、はい、ありがとうございます。ってことでアスローのクランプメーター C60D ってやつでした。これが C60C とか B とかいろいろあるみたいで、まあ、見た目もオレンジでかっこいいかなと思います。あ、ユン忘れた、ここにねライトついてるんで、これ、おー、なので暗い晩の中とかねあると思うんですけど、これでこう見やすいかなと思います。先端照らしてくれるのいいです ね、 ね、あとはまあいろんな機能があるみたいです。概要欄にリンク貼っとくんで、もっと詳しく見たい方はメーカーのホームページ見てください。ってことで今回はこちらの製品終わりです。まあ、よかったかなと思います。次はデジタルマルチメーターというのの紹介に行きたいと思います。ありがとうございました。
今回デジタルマルチメーターといいまして、これをつなぐと1.3V。そうですね、ここにお両方こうやって持てない時とか、はい、本体側当てておいて、でもう一個でこうやってっていう、それですね、使い方ができるんで、とりあえず面白くしたいです電気屋を。